で、デメリットだけね、一つ言うと、今回100キロ履いてみて気づいたのは、ポップライン！ポップライン！どうも、サブ 3.5 するのに4年半かかった男、最地ランナー、ポップライン、テクモトカズキです。ポッポッポー力！本日は、35キロ、距離走！パチパチパチということで、距離走をね、やっていきたいと思います。僕は今日キロ後のペーサーなんですけども、去年もね、筑波前にやって自信を持てた距離走なので、今日もね、どこまでいけるかは分かりませんが、できるだけ長く走りたいなと思います。それでですね、最近ズームフライ6を購入して100キロ履いたので、まあいろんな距離でね、10キロ、20キロで、今日は35キロで使ったり、あとショートインターバルとかでもいろいろ使ってみて、タイムタイムも3分50から6分くらいまでのタイムで走ったりしてるので、それのね、感想なんかも述べていけたらなと思います。なので映像は走ってる35キロの距離走を見ていただきながら、その間に実況スタイルでズームフライ6の感想も言っていきたいなと思います。使用感をね、どんな感じなのかを伝えていけたらなと思っております。久しぶりのやつやっちゃう、イニシエのやつ。それでは35キロ、レッツランニング。はずー、めちゃくちゃはずー。レッツゴー、ゴー、ゴー、3、2、1、力力お願いします。10キロ地点。はい、ここからナイキズームフライ6を100キロ履いてみての使用感の感想だったり、またこの35キロ距離走の感想について言及していきたいと思います。まずね、100キロ履いてみてもう一度言いたいことは、このシューズ完成度めちゃめちゃ高いなっていうことに限ります。マジでいろんな距離走ったんですよね。まあ10キロ、僕10キロよくジョグやってるんですけど、ジョグで使ったり、青梅でも20キロ、30キロの青梅は動画になってると思うんですけど、20キロもその翌週行ってるんですよね。ちょっと距離減らして、その時も使用しましたし、あと今回もね、この距離走35キロだったり、あとポイント練習とかでトラックとかでも使用したんですけど、ポイント練習の場合は 1200×3 とこ3分50、キロ3分50くらいのペースでやったり、4500のペース走を4分半とかで走ったりもしてます。なので、いろんなね、速度でも試してみたんですけど、履いてみて一番思ったのは、やっぱり5分を切るくらいの速度が一番気持ちいいですかね、走ってて。4分半から5分くらいの速度で走ってるときは、このズームライ6、僕はめちゃめちゃ気持ちいい。やっぱり今回キロ後でね、これ、35キロ距離走やってるんですけど、僕ペーサーやってるんですけど、キロ後くらいだとちょっとね、抑える感じが若干ある。やっぱり。一応ね、カーボンも入ってるシューズなので、ちょっとそれは感じましたね。でもね、やっぱり、最初レビューでも言いましたけど、今回ズーム X と SR02 の2層構造のミッドソールが、もうほんといい味出してて、ズーム X 特有の、苦手な人は苦手かもしれない、横ブレが全くなくなったんで、かなり安定感のあるカーボンシューズに進化したなって思います。本当にすごい、これは。で、デメリットだけね、一つ言うと、アッパーがちょっとやや蒸れるって僕は感じましたね。今回100キロ履いてみて気づいたのは、
アッパーがやや蒸れますね。うん。脱いだ時にすごい爽快感あるんで、ちょっと蒸れてるかなみたいな。一応アッパーもね、ベイパーウィーブに似た素材を使用してるみたいなんですけど、ベイパーより蒸れる感覚ですね。はい。そこだけちょっと、やや三角な点ですけど、それ以外は本当にね、もう完成度の高い。そして、レビューの時も言いましたけど、僕みたいなサブ 3.5 ランナーからサブ3ランナーの間くらいをターゲットにしてる人向けのシューズになってます。やっぱサブ3ってなると、ベイパーとか各社ね、いろんなスペックの高いシューズがあるんですけど、その間くらいのタイム帯の人で迷う方多いじゃないですか。ベイパー、ちょっとカーボンだと持たないかもしんない足とか、うん。そういう人向けですね。一個の選択肢になる。一足になると思います。これ本当に。僕たちみたいなランナーにはもう、かなり嬉しい一足ですね。僕も今回だから迷ってます。ずっと履いてきた初代アシックスのスカイで行くか、今季ずっと履いてるオン、クラウドモンスターハイパーで行くか、今回のズームフライ6ですね。この3択になりましたね。マジで。めちゃくちゃ今悩んでおります。で、もう先に言っちゃいますけど、まあ、足の持ちとかね、このカーボン入ってるからどうなのかっていうのもあるんですけど、今まで履いてて、全然足来てるとか来る、他のシューズに比べて来るとかはないんですけど、今回この35キロ距離走、僕、30キロでね、もうやめちゃったんですけど、これはね、多分ね、足、まあ、もちろん足来ちゃったんですよ。来たんですけど、これはズームフライ6のせいってよりかは、ここかなって思うんですよね。ここ防災公園でやってるんですけど、この前にも20キロのペースと全く同じ速度、キロ5で、約1ヶ月前くらいにやってるんですけど、その時も、ズームフライ6じゃなくて、ずーっと今季相性よく入ってきて、クラウドモンスターの、クラウドモンスターハイパーで走った時も僕足つったんで、ちょっとね、ここが多分、みんな言われる方も多くいたと思うんですけど、路面が固めなんですよね、道が。まあ、言うならばビヨンドに近いみたいな。僕、ビヨンドとかも結構相性悪くて、足来やすいんですよ、普通のレースより。だいぶ早く釣りそうになっちゃったり、なんか足来ちゃったりするんで。今回30キロでやめたのは、まあ、ズームフライ6のせいではないんじゃないかなって僕の中では判断しておきます。はい。なので、ちょっとね、そこはね、皆さんも気になる点かなと思ったので、一応言及しておきます。僕の中では、うん、ここかなっていう。多分他のところで30キロやってもこんな足には来ないかなと思ってます、正直。まあ、青梅とかもね、全然来なかったんで。うん、今回20キロくらいから来てるんでね、うん。なんかね、ここ来るんですよ。まあまあまあ。ってことで。まあ、だから一応選択肢の1個に入ったままにしとくって感じですね。僕はレースシューズとして。うん、ズームライ6は本当にね、レースシューズで履く人が多分増えると思いますよ。本当に。そんくらい完成度の高いシューズです。だからちょっと直前まで迷うのを楽しんじゃおうかな、レースシューズ何しよっかなみたいな、もう今その3足で絞ってるんで、どれかで行こうと思いますけど、はい、そんな感じでございます。まあね、30キロもね、もうキロ後もお手の物で、だいぶずっとペーサーやって、今はね、マサランさんに25キロ地点くらいから変わってもらって、ヘルプペーサーのマサランさんに今変わってもらってる状態でございます。で、そこから多分5キロくらい走って、あ、もう今日こんくらいにしとこうと思って、30キロでちょうどキロ5ピタピタで終わったって感じですかね、うん、あと5キロめちゃめちゃ頑張ったらいけたかもしれないけど、ちょっと頑張りすぎるなって判断でやめました。それでは現場にお返しします。どうぞ。黄色信号なのかどうなのか、むむむ、一筋縄でいかないのが竹本和樹、やっぱりマラソンむずい。はい、ということで30キロでやめます。ちょっと足来ちゃったな。無理しないといけなそうな感じだったんで、30キロでストップです。むむむ、いやー、ちょっと悔しいな。あー、まだ足ができきってないのかもな。そんなにね、息は上がることないんですけど、心配もね、心拍も、ただ足にちょっと来ちゃってるかな。なんか無理して走んないといけなそうなんで、とりあえず最低ラインの30キロでストップということで、まあ、ちょっとね、今週末土曜日もハーフガチで走るんで、ちょっとね、無理はしたくないかなっていう判断でございます。ただ情けない。うん、
去年はね、なんとかこれはこなせてたからちょっと不安が残る出来ですね。今までいい感じで練習こなしてきたんですけど、やっぱり僕の難敵は距離体制ですね。はい、ということで残り5キロはヘルプペーサーのマサロンさんにお願いして呼んどいてよかった。竹本和樹はここで離脱ということで、それではこの後はねおまけで地下木練の練習ご覧ください。どうぞ。お願いします。はい、セット目終了。いい感じでね走れてるかもしれん。あと2セット頑張ります。レストは2分です。はい、お願いします。すいません、3分台なんでいつもみたいにお話しする余裕はございません。ご了承ください。はい、ナイスです。2セット目のゴール中にタイムスリップ。ウィー。さあ2セット目終了です。さあ残り1セットやってレスト60秒取ってから4500、4分半で行く予定です。はい、さあ3本目スタートです。はい、力、はい、サブリの輝いた俺。お願いします。さあ次は4500のペース走ですね。ここではキロ4分半でいきます。もしかしたらつくばのねレースペースになるかもしれないんで、ここはちょっと楽に押さえときたいポイントでございます。それではまたねちょこちょこ撮影していきたいと思います。さあ間もなくハーフ地点でございます。残り半分です。頑張っていきましょう。ポッポッポー力ー。
久しぶり。ヘイラスイチ、皆さんランニング楽しんでますか。あら、ランニング楽しいか。楽しんできついことをやる、それこそランニングエンターテイメント、ランタメバーイ、ポポポー、力。今日初めてやりました、ありがとうございます。合わせていただき、ラスト1周なのに一番きついところだ。でも楽しく苦しんでいきましょう。はい、はい、やらしゃー、はい、やしゃー、はい、あざしゃー、うー、はい、あざす。さあ、ということで本日は 1200×3 をキロ3分50でやって、レスト上げて4500をキロ4分半でやりました。まあ腹7分目くらいかな、ちょうどいいくらいの設定でできたなと思ってます。いい感じに仕上がってきたんじゃないでしょうか。あとはね、距離走も最近週末やってるんで、僕は多分距離走の方がね、マラソンには効果があると思うタイプなので、距離走をしっかりやってさらに仕上げていきたいと思います。それではご視聴皆さんありがとうございました。See you next on Running Soul! いい感じかもしれない、つくば待ってろ。力チャレンジャーズ。ランニングを楽しむ準備はできたか。